疲れ様でした。お疲れ様。浮かない顔をしてどうしたんだい。そんな顔、君には似合わないよ。カオルはロミオとジュリエットのお話は好き？ああ、好きだよ。愛し合った二人が最後まで愛を貫く。悲劇ではあるが、とてもロマンチックな物語じゃないか。私はこの物語をあまり好きになれない。昔からそうよ。ロミオもジュリエットも若いとはいえ、とても身勝手に思えてしまうの。聞かせてくれるかい？千里の中のロミオとジュリエット。キュピレット家とモンタギュー家、ロミオとジュリエットは対立関係にある一族同士であるにもかかわらず恋に落ち、誰の了承も得ず出会って数日で結婚をする。それがきっかけとなり両家の対立は激化。そのせいでロミオは親友を失うだけでなく、ジュリエットのいとこであるティボルトを殺してしまう。そして最後に二人は、愛を貫くのは素晴らしいことかもしれない、でも一方で周りが見えていなさすぎるようにも見える。それを悲劇の愛だなんて美化しすぎよ。それに私はジュリエットを知れば知るほど自分と真逆の存在だと感じるの。どういうことだい？私はパステルパレットというバンドにいる。パステルパレットとして立場をわきまえた行動をいつも心がけているわ。ジュリエットのように何にも縛られまいとする振る舞いなんて理解しようとしても難しいわ。名前が何だというの？バラは他の名前で呼ぼうとも、あの甘い香りは変わらないわ。それは、ロミオとの逢瀬のシーンでのセリフだね。バラは、バラという名前がなければ、きっと違った匂いに感じる。私はそう思うの。さっきの部員たちの会話、聞こえていたでしょ？彼女たちは、彼女たちの知る、白崎千里を基準に私を見ているのよ。千里。宣伝ポスターにも、ジュリエット役は、あの白崎千里、とあったわ。名前とは、そういうものなのよ。そして、私はその名前を背負って生きている。どうしたのかしら、私。あなたにこんな話しても仕方ないのに。どんな名前だろうと、君は君、私は私だ。中身は変わらないだろう。周りがどう見ようが構うことないさ。千里はもっと気ままに演じることを覚えた方が良さそうだね。ジュリエットのような天真爛漫な振る舞いを、ね。気ままに？君は、ジュリエットを演じる白崎千里を演じているんだ。少し力を入れすぎじゃないのかな。そうだ、気分転換に校内をデートしないかい？喜んでエスコートするよ、ジュリエット。部員には私から言っておくさ。私の姫がお疲れだとね。さあ、手を取って行こう。カオル、あなたこそ瀬田カオルを演じているんじゃなくて？千里？何を。私が知っている瀬田カオルはこんな人じゃない。